代表戦のルールは皆さんに説明してませんでしたが、はい、そう、皆さん聞いてください。代表戦はルールが変わります。これからこのブラックボックス、八村さんくじ引いてもらいます。はい。そこの紙には初挑戦の4本勝負、初挑戦の4本勝負、16の2本勝負、16の2本勝負、アカペラ30秒2本勝負、アカペラ30秒2本勝負が入っております。はい。それを引いた上で誰が出るか相談してもらいます。先にルール決めるんですね。そうです。そして誰が出るか、はい、誰が出るか決めてもらうというルールです。はい。そして延長戦は初の2本勝負になります。よろしくお願いします。延長だったら初の2本です。はい。では八村さんに聞いてもらいましょう。代表戦の、ルールを決めたいと思います。どれがいいかな、何も知らないですよ。これかな。初挑戦4本です。では各チーム代表を前に出ていただきたいと思います。儲かって万年代表シンペーター、フリークスはミステリオ、クレイ確定クレイジー、はい。では、同じくビートを2つから選んでいただきますので、じゃんけんで先行後攻を決めてください。先行で。はい。では84でビートを選んでいただきます。まずは DJ 柳竹。そして DJ マービン。どちらで。悪いな、1本目で。はい、柳竹さんお願いいたします。8の4本です。参りましょう。先行クレイジー、後攻シンベーター。8小節4本レディファイト。チャッカー、俺の心の火だね。俺を舐めんじゃねえぞこの見た目。 Hey シンベーさんの3人トリオ、平成を終わらせに来たぜ。 Yeah あんたとやれて光栄、偏屈おじさん、あとは声がでかいだけ。お客さんが良くても俺がでかい下げ。悪いな、俺は声がでかいだけ。お前はまるで小鹿、つまり生まれたて。お前を怪我さねえ、怪我さすこともねえ。言葉でネタバレ、そんな言葉は俺は選ばねえ。海の親、言葉のかかってるぜ不死の病。Yeah、俺が生まれたて、何度も立ち上がった踏まれたって。俺は足があるから、俺は考える足、小鹿のまんま、小鹿のバンビ。 Yeah 食らわせろおじいちゃんにパンチ。俺が正真正銘、末期症状わかるだろ、富士の病、マウント富士の山。倒れても立った俺相手に言えんのか。次元ぞ次元が、これ2回目口喧嘩。2回目の口喧嘩、俺も地元で培ってんだ。俺に踏まれて立ち上がったって言えんか。あんた俺に負けてんだろうがよ。忘れてんのかよ、そのリベンジの話はどうした。えよ、俺は対戦表、この対戦もレペゼン、俺凱旋も。昨日の勝利を引きずって顔引きつってる。昨日の勝利、負けたことすらもう忘れてんの。だから何度も立てんの知ってんの。これは若えのとやったじゃんけんぽん。ちげえよ、負けてねって俺は心で思ってんだよ。俺も王者を取ってるから負けてねえんだよ。 Yeah 今は見えないかもな、 R のパクリ言われまくった。でもな関係ねえ、マイカップオートピーツでどこまでもファイヤー。ヒーローの王冠がなくてもファイヤー。 Yeah メリケンサッカー、お前の目にもの見せてやるよ。は大抵の人が言ってることってのは真実なんだ。俺は声がでっかくて顔がブサイクで熱苦しいおっさんだ。お前は R のパクリだ。これが真実、王者になった、王冠を取った、それいつの話だ。俺も両夫もないかも、王者なんて思ってねえや。終了です。決めてくれ、どっちか決めてくれ。聞くよ。先行クレイジー、後攻シンペーター、勝者シンペーター。
よって代表戦を勝しました。もう勝って万年が2回戦進出です。クレイジー、今日のミステリオ何があれば。今日5枚ぐらいしか、あの試作品で作ってきた俺たちのフリークスの T シャツあるから、もし物販で売ってるからよかったら買ってほしいのと、今日はアホみたいにボロ負けしたこのミステリオがついに CD 出したっていうから、みんな買ってくれーす。プシューズー、あんまりやったな。僕らフリークス改め、もう負けてまんねん、よろしく。ありがとう、フリークスに大きな拍手送ってください。はい、ミステリオありがとう。はい、いいですね。はい、面白い面白い。はい、お客さんも今日バッチリです。引き続きお願いいたします。お願いします。